葛野達次郎の写真、葛野達次郎4月10日から2002年3月27日は、アイヌ語、アイヌ文化の伝承者。北海道日高館内、静内郡静内町和座比が死別に生まれ育つ。祖父は、和人、祖母はアイヌ。父、商天と、母、宅の八人兄弟の罰子として生まれる。鶴婦人は和人だが、幼児期より、 静内町東静内のアイヌに育てられ、アイヌ語もよくできた。アイヌ語で育ったが、小学校は和人と同じ学校であったため日本語を学んだ。和人との交流が深まるにつれ、日本語中心の生活になり、アイヌ語はあまり使わなくなった。1944年6月に徴兵のため招集され、横須賀海兵団に入り検査を受けた際に、配信順の診断を受け、 対談させられ帰郷する。後年、その範囲が元で13年も入院生活を送ることになった。病院にいる間、若くして亡くなることになる長男から、アイヌ語を教えてほしいと頼まれるが断り、その長男から、アイヌ語も知らなくて何がアイヌだと言われたことに発奮し、祖先から受け継いだ民族文化についての知識をノートに記述し始めるようになったという。クズの絵歌詞は、 アイヌ語を話し、伝統に則っ,ったカムイのみを行える数少ない伝承者で多くのアイヌの精神的指導者として、エカシと呼ばれ、同胞から尊敬され続けてきた人物であり、神々と共に生きるアイヌの精神文化を語り伝える意外な思想家であった。アイヌ語の祈り言葉などを自ら書き綴ったものをまとめた著書、キムスポアイブヨを自費出版した。 クズの絵歌詞のアイヌ文化を後世に残したいという強い思いに打たれ影響を受けた者は数多い。その一人にアイヌ初の日本の国会議員であったカヤノシゲルやアイヌミュージシャンのオッキーなどがいる。オッキーのファーストアルバムに収録されたウツワスカラップはキムスポの絵歌詞の言葉にオッキーがメロディーをつけて生まれた曲である。息子の一人であるクズのツグオは 父の意志を継ぐアイヌ文化伝承者である。アイヌ民族博物館にて、クズノエカシの指導による祭りほか、各地の儀式に参加指導した。クズノタツジロキムスポ自費出版、1978年、はじめに。ABO のヨネイチ、アイヌ語話者の日本語北海道方言についての研究、北海道大学、1993年、26、P。 小野米市、アイヌ語話者の日本語北海道方言についての研究、北海道大学、1993年、20から 21p、AB 梅原武氏、編、アイヌ学の夜明け小学館ライブラリー、1994年、383p、ありがとうございます。